Hi everybody, how are you doing? Are you interested in how to speak English well? Or if you have something annoying you, like you cannot catch up what the native speaker said, in that case, I would recommend you to do shadowing. Because shadowing will make you improve your hearing ability. Also, how to speak English well.But before you go start shadowing, there is only one condition. You have to change your breathing. If you don't speak English, if you don't make a sound of English word well, because Japanese people don't not get used to making a sound of a consonant. So that's why you can't make a sound of the alphabet. So,Why don't you try to do a shadowing? Just change your breathing. Okay? So, let's get started like this. ジェンリーとウォーキングでプレッシュでしようと、テンのブルーブケンのカウントダウン。オーベルモードもアウトオブヨス、ジョークワンセージ、トライトゥーとナクナクリジョンのトレジャンとジョーチナウ。Use your shoes during and out of water, the person in the house, did you? Use your shoes for the not architect of it.Oh, yeah, the boy, some water, how? We do me do everything about, hey, what's the rules of race? Yes, today is the end of the, well, about this house. We're moving, other house, I see that now. I know, so you crossed you. Oh, that's a good joke, baby, the pictures. Where you got to get right outside, where? Just...Outside, anywhere, just go find us again. He's a man of mind, Francie. Just like an idol, every cap of mine. Anything you thought, every girl has changed. Lucy, shut up. Do not have a go. What? She killed the bat? I hate you. Gotcha. はい、シャドーイングですね。シャドーイングをすると何が起きるのかって言ったら、英語が、なんていうんですかね、考えなくても、喋りたいことを喋れるようになると思います。例えば、英語能を作れるってことなんですけども、英語能ってどういうことなのかって言ったら、やっぱ考えないで英語を思ったことを喋るんですね。あと、よく英語能に切り替えますなんて言いますけど、 For example, if I like to talk about if I like to talk about some topics, I need a lot of words and phrases about that. But you knowI have a less word and phrases than native speakers have. So I need to study or look up a lot of word and phrases before I start having a conversation with a native speaker. So it's really hard.っていうふうに、何も考えなしで今自分の思ったことを話せるようになるっていうことなんですね。で、じゃあそれどうしたらいいのかって言ったら、今さっき言いました通りシャドーイングなんですけども、聞いて話すですね。で、聞いて話すってことを、皆さんトライしてもらいたいんですけども、最初に、こういう方たちは姿勢を変えないと、うまく英語の発音ができないんで、聞き取ることもで難しくなってくると思います。ハト胸だったりとか、それからあとは猫背だったりとか、それから英語をどうしてもローマ字読みでずっと練習してる方ね、そういう方たちはもう整体に行ってもらって、肋骨の筋肉、それから腹横筋っていう筋肉を、整体で緩めてもらってください。なぜなら肺にたくさん空気が入んないと英語の心の音がはっきり出せないんですね。で、それを緩めてもらったら、今度は肺にたくさん空気が入る。吸って入れられるようになったら、お腹の中にある腹横筋という筋肉を自分で鍛えて、英語の子音の音を出す強い息の出し方を練習してください。で、なんでかって言ったら、英語の子音の音ってハーって息が出るところを、下ベロとか、それからあとは口の中でドームを作ったり、口をすぼめたり、歯にこう下ベロを つけたりとか、そういったことで、出る音を邪魔するときに出る音が真の音です、ね、ですので、強い気がないとどうしても真の音が濁ってしまうと、正しい英語の発音にならない、イコール、同じ音で英語を、聞き取れないんですね。ですので、そういう方たちは今言った通りに、まず自分の体を変えてください。
体を変えるってことは呼吸法を変えるってことです。で、それが終わったら今度はシャドウイングが初めてスタートなんですけども、最初はスピードが速いですから 0.5 のスピード、 0.75 のスピード、1のスピードで、1のスピードまで出来上がってきたら、それを繰り返してずっとやってください。で、1のスピードだとイントネーションとアクションが、イントネーションですね、アクセントの連続が手に入るようになってます。で、一番重要なのは、ただ聞いてもただ話すだけでもやっぱり英語のに元にはならないと思います。なんでなら、聞いても意味が分かんないんですよ。意味の分かんないのは脳は、蓄積ができないです。ですので自分が今シャドーイングしたやつ、したものの英語の文章と日本語の文章を見て意味を理解したものを入れてください。でそれを繰り返すことによって英語の中に、この頭の中に英語を理解するパートの中に単語とフレーズが、日本語で意味が分かったものが入ってくると、そこから今度は自分が話すときに、使ってきたり、それからあと言ってることが分かってくる、ね、ネイティブスピーカーが言ってることが分かってくるようになると思いますね。私やってみて、どんな英語 の, その暗記をしたりとか読んだりとか書いたりとかするよりも、自然に喋れるような、メカニズムは、シャドウイングが一番、いいと思っています、ね。どなたも言った手順を間違えなければ英語はちゃんと話せると思いますので頑張ってみてくださいね。それでは。